ロンゴロンゴはイースター島で19世紀に発見された文字あるいは弦文字と思われていた記号の体系。ロンゴロンゴの記された24の木片が19世紀後半に収集されたが、風雨による損傷や破損、消失部分のあるものも多かった。これらは現在世界各地の博物館に分散しており、イースター島に残っているものはない。 ロンゴロンゴの記されたキータは流木など大きさ、形状が様々なもので、中にはイースター島の主張の杖や古くから伝わる超人信仰に基づいた伝統儀式における勝者の肖像を、伝統的な女性用の三日月型の装飾品、霊味炉に記されているものもある。また、ロンゴロンゴの短文を含んでいると思われるペトログリフも見つかっている。区伝による伝承では、 少数のエリートのみがロンゴロンゴを使用することができ、これらの文字盤は神聖なものであると言われている。別の見解として、もともと文字は存在せず島民は交渉で知識を語り継いでおり、不況目的で島に居住したカトリック宣教師が1864年に言及するまでロンゴロンゴの文字盤の存在を立証するものはなく、現存するすべてが、 ヨーロッパ人接触後に作成されたものである可能性がある。このことから文字の存在を必要に問いただすカトリック司教の不平を満たすために島の住民が意に沿うように報酬目的で自作したと応募しき品があることに加え奴隷狩りと薬病で知識を交渉する者が死に絶えた不安からヨーロッパ人に接触したことにより文字という概念が 即席ながら作られたとする見解が存在する。論語論語派行ごとに、絵文字の書かれる方向が変わる。いわゆる牛公式で記されている。文字盤によっては、行が浅い溝状に彫られており、絵文字がその中に刻まれているものもある。各絵文字は、人間や動物、植物、加工品、幾何学模様などの特徴的な外見を持っている。矢のような人間型や動物型の絵文字には、 頭部にコブが描かれているものがある。これらのコブはおそらく耳や目を描いたものと見られ、これもロンゴロンゴの特徴の一つである。個々のテキストは文字盤 C のようにアルファベットの大文字1文字の識別符号、もしくはままり文字盤のような通称で呼ばれる。通称は、貝鍵タバコ入れのように文字盤の形状の特徴や、サンティアゴ小文字盤、 サンティアゴズ絵のように所蔵場所にちなんで付けられている。ロンゴロンゴの刻まれたレーミロ。単型マヌの肖像。アメリカ自然史博物館像。ロンゴロンゴという語は、これらの絵文字群を指す、現代の古称であり、イースター島の土着語であるラパヌイ語で、暗称、老称、英称という意味である。ロンゴロンゴの本来の古称は、古モツもロンゴロンゴであり、略して、 コハウロンゴロンゴと呼ばれるようになったと言われている。またテキストにはテーマに基づいた固有の名前もあると言われている。例えば、コハウタウは年代記、コハウイーカは戦死者のリスト、コハウランガは難民のリストとされる。研究者の中には、コハウタウのタウはロンゴロンゴとは別種の文字であると考える者も,もいる。ドイツの人類学者トーマス・バルテルは、 島民はもう一種類別の文字を有しており、それらは彼らの年代記やその他世俗的な事象を記録するのに用いられていたが失われてしまったと記録している。しかしアメリカの研究者スティーブン・フィッシャーはタウ文字はもともとロンゴロンゴの一種である。1880年代にある年長者の集団が自分たちの彫刻の価値を取引の際に高めるための 装飾模様として、ロンゴロンゴを元に考案したもので、ロンゴロンゴの素朴な模倣である、20世紀中頃に3種類目の文字として発表された、ママ文字、または、バエバエ文字は、20世紀初頭に考案された装飾用の幾何学模様であると述べている。木材に刻まれた26点のテキストが残されており、それぞれ2から2320の単独の絵文字と、 合計で1万5000以上の合字の絵文字が刻まれている。おそらく島の主張の神聖な杖である。文字盤愛以外の大半は長方形のキータである。文字盤 J と L はレーミロの飾りに刻まれたもの、X は単形マヌの肖像の様々な部位に刻まれたものである。また Y はロンゴロンゴの文字盤から切り取られた木材により、 組み立てられたヨーロッパの鍵バコ入れの箱である。レーミローのような装飾品や肖像、杖などの文字盤は美術品としての価値もあることから固有の名称が付けられている。文字盤シート S は残されている文書から宣教師がやってくるより以前のものであることがはっきりしているが他の文字盤もこの二つと同じくらいかより古いものである可能性がある。その他にも ロンゴロンゴであると証明される可能性のある単独で刻まれた絵文字や短い絵文字の列が知られている。バルテルは本物と認められる24点の文字盤をアルファベット1文字で識別し、その後これらにもう2点の文字盤が追加された。文字盤の面はテキストがどこから始まるのかが判明しているものについてはそれぞれ R または V の記号で区別され、 例えばパープルには文字盤 P の表面2行目を指す。しかしテキストの始まりが判明していないものについては面はそれぞれ A 及び B の記号で区別され、例えばアブ1は文字盤 A の B の面1行目を表す。カギタバコ入れの箱の文字盤は6面体であるため、それぞれの面が A から F までの記号で区別されている。その他にも 荒いタッチの絵文字が刻まれている石や木製の品が存在するが、ほとんどはロンゴロンゴが発見されてから間もない頃に観光目的で作られた偽物であると考えられている。26の文字盤の中にも信憑性が疑われているものもある。例えば、出所の由来がはっきりしない文字盤 X、Y、Z、絵文字がつたない文字盤 F、K、V、W、 y, z 金属製の刃物で刻まれたと思われる文字盤 k, v, y である。そのため、たとえ、これらの文字盤が本物であることが証明されても、解読作業で信頼できる資料とはならない。文字盤 z は、初期に作られた多数の偽物に似ている点が多いばかりか、絵文字も牛公式で刻まれていない。しかし、これは見えづらくなった本物のテキストの上に、 新たなテキストを刻み直した結果であるかもしれない。口述のペトログリフに加え、ロンゴロンゴである可能性のあるいくつかの短いテキストも見つかっている。フィッシャーは、肖像の被っている冠の多くに、ロンゴロンゴか、ロンゴロンゴに似た絵文字を確認できると報告している。フィッシャーはその例として、モアイパカパカの肖像の冠にあるゴージの絵文字を挙げている。 絵文字070の内部に絵文字002が組み合わされた。この合字の絵文字は、これ以外には存在が確認されていないが、絵文字070と他の絵文字の合字に外見がよく似ている。絵文字700が刻まれた人間の頭蓋骨も多く見つかっており、これは、いいかイコール、戦死者を表しているのかもしれない。また他にも、初期の訪問者によって記録された。 ロンゴロンゴの絵文字によく似た入れ墨なども知られているが、それだけ単独で描かれた絵画的なものであるため、本当にロンゴロンゴの絵文字であるのか確認が困難である。ロンゴロンゴの絵文字のほぼ完全な収集で、唯一交換されているものは、バルテルが1958年に発表したものである。バルテルは個々の絵文字に3桁の識別番号をつけ、絵文字をグループに分類した。 数字のみが付けられた絵文字はバルテルが基本形であると考えた絵文字で、それと外見の似たバルテルが異体字と判断した絵文字には基本形と同じ番号にアルファベットが付加されている。バルテルは600の識別番号を割り当てている。100の位は0から7までで頭部による分類であり、0と1は幾何学的模様もしくは非生物には耳があるもの。 3と4は口を開けているもの、5はその他様々な形の頭部、6はくちばしのあるもの、7は魚もしくは節足動物などである。10の位と1の位は絵文字の形状についての特徴に応じて付けられており、外見の似たものはすべて同じ番号が付けられている。例えば、絵文字二百六、三百六、四百六、五百六、六百六はすべて 左側に下を向いた翼があり、四本指の右手を上に上げた姿の絵文字である。絵文字をどのグループに分類するかに、ある程度の任意性があり、番号の割り振りやアルファベットの付け加え方にも矛盾があるため、この識別番号の仕組みはかなり複雑なものになっている。しかし、そのような欠点にもかかわらず、バルテルの分類方法は、今のところ、ロンゴロンゴの絵文字を、 分類整理するために提案された唯一の効果的な方法である。バルテルは1971年、絵文字の種類は120ほどで、他の480はその遺体字、もしくは2つの絵文字を組み合わせた合字であるという説を発表した。この説を支持する証拠は未まだ発表されていないが、同じ程度の数字が他の学者たちによっても見積もられている。 発見以来およそ一世紀もの間、テキストが刊行された例は、わずかしかなかった。サンティアゴのチリ国立自然史博物館の館長、ルドルフ・フィリッピが1875年に、サンティアゴズへのテキストを、オーストラリアのシドニーの医師、アラン・キャロルが1892年、文字版 A のテキストの一部をそれぞれ出版した。トーマス・バルテルが1958年に、 グルントラーゲンツア・エンチェフェルンデア・オストリンセルスクリフトの中で現存するほとんどすべてのテキストを交換したが、それまでは大半のテキストが未来の解読者となるかもしれない人々にとって目にすることができないままであった。バルテルのこの著作は今日までロンゴロンゴ研究の基礎的文献の地位を保っている。バルテルは文字版 A から X までという現存する。 文字盤の99%以上を発表し、ポリネシア地域の文化研究機関、CEIPP はそのうちの97%が正確であると算出した。バルテルによるテキストの図は手書きによるものではなく、拓本であったため、実物に忠実なものとなったのである。フィッシャーも1997年、新たなテキストの図版を交換した。その中には、文字盤 N のように、 バルテルのものには見られなかった非常に細かい線まで描かれているものもある。また、バルテルのものには CA6 から CA7 の行の変わり目にある一続きの絵文字が映っていないが、これはおそらく絵文字の刻まれている場所が文字盤の側面に当たっていたため、バルテルがその部分の写しを取り損なったのであろう。また、単純に両者が食い違っている例もある。例えば、 フィッシャーの著書における I12 の最初の絵文字はバルテルの記録した絵文字やフィリッピが1875年に発表したものとは異なっている。資料の複写は不正確な部分がかなりあり、高度な写真技術が不足していたため、これまで適切な検証がなされてこなかった。絵文字はすべて高さが1センチメートルほどに揃えられており、形状は生物の輪郭や 企学模様が規格化されたものである。絵文字の掘られた木製の板の形状は不規則で多くの場合、浅い溝が掘られている。絵文字は文字盤の端から端まで掘られた、その浅い溝の中に沿って掘られている。文字盤の木材として形状が不規則であったり破損しているものが形状を整えたりせずにそのまま使用されたのはイースター等では 木材が希少であったためだと考えられている。いくつか石に刻まれたものは例外として現存するロンゴロンゴのテキストはすべて木材に刻まれたものである。伝承によれば文字盤はすべてトロミロの木で作られているという。しかしフランスの研究者ミシェル・オルリアックが7つの文字盤を2005年に電子顕微鏡で調べ板の材料がすべて先島浜棒という青いかの 植物であることを突き止めた。この高さ約15メートルの木は、ラパヌイ語では、マコイマコ、アイと呼ばれ、ポリネシア東部全体で神聖な彫刻などに用いられ、イースター島へは最初の定住者たちにより持ち込まれたと言われている。しかし、文字盤の木材はすべてが在来種ではない。オルリアックは2007年、文字盤 N と P、そして S の木材が、 南アフリカ原産のサウスアフリカンジェロウッドであり、ヨーロッパ人が持ち込んだ木であることを証明した。また、フィッシャーはそれよりも前に、文字盤 P は、破損したヨーロッパ、またはアメリカの船の貝を再加工したもの、文字盤 A と V の木材は、西洋トネリコの木、さらに座礁した西洋の船から、多くの文字盤が作られたと伝えられる、と報告している。 文字盤王などのいくつかの文字盤は、凸凹した流木で作られている。島民が流木に文字を刻むほど困窮し、極度に木材を経済的に使用した事実が、合字や省略の多様といったテキスト構造を生む原因となり、テキストの分析を難しくしているのかもしれない。ロンゴロンゴの独特な絵文字の刻み方は、このようなバナナの葉に絵文字を記したことが起源かもしれない。 古伝の伝承によれば、木材は希少であったために、熟練の初期のみが使用でき、見習いはバナナの葉に文字を記したと言われている。バルテルは、初期にはバナナの葉に骨などを用いて、文字を記していたが、この方法が発達して、ギータに絵文字を刻むようになったと考えた。また、バナナの葉は、文字の学習のみならず、ギータに文字を書く前の下書きや構成を考える。 たためにも使用されたと推測しているバルテルは実験によりバナナの葉の上では切り口から染み出て葉の表面で固まった樹液により絵文字が非常に見やすくなることを発見した。しかし葉自体が乾いてしまうと脆くなり長い間保存することはできなかったであろう。バルテルはバナナの葉書の文字盤の原型であり文字盤に彫られた溝は葉脈により 表面に溝の走っているバナナの葉の模倣であると推測しているイースター島で入手可能な材料を使った実験により上で述べたバナナの木の角部位が理想的な初期媒体であるばかりでなく文字盤の行の高さとバナナの木の幹や葉にある脈の間隔の間には直接的な対応関係があることが証明された現存するテキストは 行の高さによって二つのグループに分けることができる。天然バナナの幹の脈の感覚とバナナの葉の脈の感覚の,の違いが文字盤の二つのグループによる行の高さの違いと一致するのである。バーテル1971-1169サンティアゴ小文字盤裏面の部分拡大図三行目から七行目まで。この図では3、5、 7行目の絵文字の上下は正しいが、4行目と6行目の絵文字の上下は逆になっている。ロンゴロンゴの絵文字は、初期方向が項ごとに変わる、牛項式で記されている。すなわち、文字盤のテキストは、左下の隅から始まり、右に読み進んだ後、読み手は、文字盤を180度回転させて、次の行を読む、ということである。左の画像にある通り、 ある一行を読んでいる際は、そのすぐ上と下の行が上下逆に記されている。しかし、文が文字盤の裏面にまで続く場合もあり、文字盤 K、N、P、Q のように表面の文の行数が奇数のものでは、裏面の文の始まりが左上の隅から始まり、読み進める方向が上下逆になる。上下が逆さのテキストでも判読する能力のある読み手ならば、 大きな文字盤や杖状の文字盤は回転させずに読んでいたのかもしれない。文字盤 GV4 はサメの葉を使って刻まれた。しかし、右から二つ目の絵文字は非常に細かい線で結びつけられた二つの部分からなっており、この線は黒曜石で刻まれたのかもしれない。また、中央に見える V 字型の絵文字も左隣の人型の絵文字の手に 同じような細かい線でつながれている。古伝の伝承によれば、ロンゴロンゴの初期たちは、ギータに溝を掘ったり、絵文字を刻むのに、黒曜石の白変化サメの葉を用いたという。ほとんどの絵文字は深く、滑らかな線で刻まれているが、たまに非常に浅く、細く刻まれた線がある場合がある。右の拡大図では、そのような非常に細かい線で結びつけられた二つの部分からなる。 絵文字が見られるが、この絵文字は常にこのように刻まれている。バルテルや何人かの研究者は最初にテキストは黒曜石で下書きが刻まれ、その上からすり減らしたサメの歯で深く刻み直したと考えている。細かい線は間違って残されたか、もしくは右の画像のようにデザイン上の装飾であると思われる。例えば V 字型は このような細かい線で縦に結ばれて描かれる典型的な絵文字であり、数の文字盤 B の拡大図でもそれが繰り返し現れるのがわかる。一方、バルテルはロンゴロンゴを介したイースター島最後の王、ムガーラ王が魚の骨にすすをつけて絵文字の下書きを描き、その上をサメの葉で刻んだという伝承を紹介している。また、文字盤 N には、 サメの歯で刻み直した跡が一切ない。イギリスのマイケル・ハバーラントは、絵文字の線の溝の浅さや幅から、この文字盤のテキストは鋭い骨で刻まれていると述べた。また、文字盤 N には、完成した絵文字の輪郭線に、黒曜石の白片で細部の細かい線が加えられて、いるのが認められる。ロンゴロンゴの文字盤の中で、ここまで過剰な描写をしているものは他にない。 とも述べている。文字盤には他に金属の刃で刻まれたと思われるものもあり、それらは絵文字のタッチが粗い。スペイン人の上陸後にはイースター島でも金属製のナイフが手に入るようになったが、このような文字盤が古くから伝わる本物のロンゴロンゴであるかには疑問が投げかけられている。文字盤 B の写真の因果。数字は何行目かを表す数字。フィンで13は 13行目の終わりという意味。書く絵文字は人間、動物、野菜、幾何学模様をかたどったものであり、しばしば合字も見られる。人間、動物などの絵文字の頭はほとんどすべて頭が上になっており、顔は正面か向かって右側を向いた形で描かれている。頭が下になっていたり、顔が左側を向いている絵文字もあるが、それらが どのような意味を持つのかは分かっていない。頭には特徴的なコブが両側に描かれているものが多く、目を表していると考えられているが、しばしば耳のように見えることもある。鳥を描いた絵文字も多く、中でもイースター島の最高神であるマケマケと同一視される軍艦鳥を描いたと思われる絵文字は多い。他にも魚や節足動物を描いたと思われるものがある。 イースター島全土で発見されているペトログリフの図形に似た絵文字はごく少数である。4列目のキャプションは単に絵文字の形状を説明しているだけである。また、座っている男の絵文字は合字であると考えられている。古伝の伝承では、ホトマトア、またはトゥーコイホという名の、島の社会の伝説的創始者が67の文字盤を故郷から持ってきたという。 彼らは、トロミロの木のような島の固有植物をもたらしたとも考えられている。しかし、ポリネシアの他の地域や南アメリカにも、ロンゴロンゴに似た文字を持つ地域が見当たらないことから、ロンゴロンゴは島内部で独自に発達したものと思われる。1870年代、当の先住民の中で、ロンゴロンゴを読むことができた人がほとんど残っていなかったことから、 ごく少数の集団しか、これを読み書きすることができなかったと思われる。確かに初期の訪問者たちは、読み書きは支配者の一族や司祭たちのみの特権であるという言い伝えを聞いている。そのような特権を持った人々は、ペルーから侵略してきた奴隷狩り集団によって拉致されるか、その結果島で発生した薬病によりすべて死んでしまったとも伝えられている。 年代測定が直接行われた文字盤はわずかである。文字盤 Q は唯一放射性炭素年代測定が行われた文字盤であるが判明したのは1680年以降のいつかということだけだった。年代特定の根拠となるのは直接的な測定だけではない。文字盤 A、P、そして V はヨーロッパの船の海に絵文字が刻まれていることから 18世紀から19世紀のものと特定することができる。オルリアックは2005年文字盤 C の木材が約15メートルの木の幹から切り出されていることを計算によって突き止めた。そのような大きさの木は遥か以前にイースター島から姿を消しており、調査によりイースター島の森林は17世紀前半に消滅したことがわかっている。1722年に イースター島を発見したヤーコプロフヘフェ,フェーンは、島の様子を大きな樹木が欠乏していると語っており、スペインの航海士、フェリペ・ゴンザレスでアイドは1770年、幅6インチほどの床板に間に合いそうな木すら一本も見当たらないと書き残している。1774年のジェームズ・クックの探検に同行したフォースターは、島には10フィートを超える高さの木はないと報告している。 これらの方法はすべて、文字盤の木材の年代を特定するもので、テキスト自体の年代を特定しているわけではない。しかし、パシフィック・ローズウッドは、耐久性に乏しく、イースター島の気候では長く残存しないと思われる。一方、全滅種であるイースター島産のヤシの木を描いたと思われる絵文字も発見されており、花粉学によれば、 およそ1650年頃に島から消滅したとされているため、テキストが少なくともその時代まで遡るものであることを示唆している。アメリカのジョン・フレンリーやポール・バーンをはじめ何人かの研究者は、ロンゴロンゴが1770年のスペインのイースター島上陸後、島の併合条約の調印にヒントを得た島の人々が比較的最近に発明したものであると主張している。 その状況証拠として、彼らは、フランスの修道士、ウジェーヌ・エーローが1864年に報告するまで、ロンゴロンゴの存在を伝えた探検者がいなかったこと、スペインとの併合条約の調印の際に、島の市長たちが書いた絵文字がロンゴロンゴに似ていないことを挙げている。このような仮説を唱える研究者たちは、ロンゴロンゴがラテン文字や、 他の文字体系の模倣であると主張しているのではなく、文化人類学でいうところの文化の伝播によって、文字という概念が伝えられ、島の人々が独自の文字体系を発明するきっかけとなったと主張しているのである。この仮説が正しいならば、論語論語は100年足らずの期間に急速に出現、発展、衰退、忘却されたことになる。そのような文字の伝播の例として、 英語の新聞の力を見て、チェロキー文字を発明した四空屋や、キリスト教文献を読んで啓発され、ユピック語の中央アラスカ方言の文字や、ユグトゥン文字を発明したウヤククなどが知られている。しかし、いずれも、一回の条約への調印などよりも、はるかに大きな文化的接触がきっかけとなっている。初期の探検家たちに、ロンゴロンゴが目撃されなかったという事実は、当時は、 それが秘匿されていたことを反映しているのかもしれない。ヨーロッパ人による奴隷狩りや、それに続く薬病によって、イースター島の社会が崩壊し、ロンゴロンゴの近世や、単型ロンゴロンゴの力が弱まったため、エイローの時代には、文字盤が広範囲に流出するようになっていた、とも考えられる。アナオケ系の洞窟内のペトログリフ、羽毛型のロンゴロンゴの絵文字さんや、 合字の絵文字211、42に似た図形が描かれている。二つの絵文字を横切るように杯付状に彫られた丸い記号からなる列があり、終わりに V 字型の図形が見える。これは絵文字27を描いたものかもしれない。イースター島はポリネシアの中でも様々な種類のペトログリフが最も数多く見られるところである。家屋の石壁や有名なモアイ像、 カ顔と呼ばれる、モアイの頭のかぶり物の表面など、絵を描くのに適していると思われる壁面のほとんど、すべてにペトログリフが見られる。およそ1000カ所で4000種類以上の図形が認められており、中には浮き彫り式に彫刻されたものや、赤や白の塗料で着色されているものもある。図形のデザインは、オロンゴの壁画に見られるような、 古くからの超人信仰に基づく競技における勝者の図など、儀式の中心として描かれたものや、創造し負け負けの肖像、ウミガメ、マグロ、タチウオ、サメ、クジラ、イルカ、カニ、タコなどの海洋生物、ニワトリ、カヌー、そして500種類以上の女性の陰部の図形などである。ペトログリフにはしばしば、灰状に彫られた彫刻が添えられている。 時代による図形の描き方の変化は、超人の浮き彫りからうかがい知れる。単純な輪郭のみのものから、陰部の図形を伴うものへの変化である。ペトログリフが描かれた年代を直接特定する方法はないが、中には一部が植民地時代より前の時代の石製家屋の陰に隠れているものがあり、そのようなものは比較的古い時代に描かれたものであることを示している。 ペトログリフに見られる人間型や動物型の図形には、ロンゴロンゴの絵文字と同じものがあり、例えば、モアイ像の被り物に描かれた相当の軍艦鳥りの図は、10以上の文字盤にあると同じ形である。アメリカのショーン・マクラフリンは2004年、人類学者ジョージアリー博士が1992年に発表したペトログリフにある図形の中から、ロンゴロンゴの絵文字と似ているもののうち、 特に顕著なものを選んで図解を発表したが、これらは単独で描かれているものがほとんどであり、テキストのように複数の絵文字群が描かれているものは稀である。このことから、ロンゴロンゴはペトログリフの図形をヒントにしたか、あるいはペトログリフの個々の図形が標語文字として採用された最近の創作物でペトログリフの伝統ほど古くからあるものではないという説もある。 ペトログリフとして描かれた最も複雑な構成のロンゴロンゴの候補は洞窟の壁面に刻まれた一続きの絵文字である。1722年、オランダのヤーコプロフヘフェーン提督の艦隊が島を発見。1770年、スペインのペルー総督が上陸。1774年、イギリスのジェームズ・クックが上陸。1786年、 フランスの探検家ラペルーズが上陸。それぞれ島民の暮らしや石像についての証言や、記録あるが、文字の発見はない。イエズス・マリアの精神科医のタイラ修道士、ウジェーヌ・エイローの方が、文字発見の初出となる。エイローは、チリの港町バルパライソを出発して24日目の1864年1月2日、イースター島に上陸。 その後9ヶ月間イースター島に滞在して住民への布教活動を行った。彼はイースター島の滞在期を表し、その中で文字盤の発見について報告している。家々には数種類の象形文字が一面に刻まれた木製の板や棒がある。それらはこの島のある種の動物を住民が尖った石で描いたものである。文字にはそれぞれ名称がある。ただ、 住民たちはこれらの文字盤を存在に扱っていることから、原始の初期体系の残存物であるこれらの文字を、今や彼らは、その意味を知ろうともせず、ただ習慣的に保存しているだけになっている、と私は考えるに至った。エロード1886-71エローの報告にはこれ以外に、文字盤らしき品についての言及もなく、島民による聞き取りも行わずこの発見が注意を、 聞くことはなかった。エイローは10月11日、著しく健康を害して、一旦離島。1865年、エイローは完全に一人前の修道士となり、1866年に最上陸、不況の成果を上げるため、土着信仰と関わりがありそうな物品を破壊したとされる。同年8月、エイローは48歳で結核のためイースター島で隠し。 1868年、タヒチ島の司教、フロランタン・エテエンヌ・ジョーさんは、カトリックに改収したばかりのあるイースター島の住人から贈り物を受け取った。それは、人間の髪の毛でできた糸が、周囲に巻きつけられた絵文字の刻まれた木板であった。この発見に、ジョーさんは驚き、イースター島にいるヒッポリト・トルーセル神父にあてて、すべての文字盤を収集し、それらを翻訳できる。 先住民を見つけ出すよう手紙を書いた。しかし、ルーセルが発見した文字盤はわずかで、テキストの読み方についても、住民の間で意見の食い違いがあった。エイローはこれよりも2年前に何百もの文字盤を目撃していたが、失われた文字盤がどうなったのかは推測するより他ない。エイローは文字盤の持ち主がほとんどそれらに関心を持っていないことを指摘している。 フランスの医師でロンゴロンゴの図解入り解説書を最初に表したステファン・ショーベイは次の通り報告している。司教がイースター島の賢人手書きの息子、オーローパロヒナポテに尋ねたところ、彼は自分で必要な勉強をして絵文字を小さなサメの歯で刻む方法を知っていると答えた。また、ペルー人がすべての賢人を殺してしまったため、島には 絵文字を読める者は一人も残っておらず、島の住民は文字盤に何の関心も持たなくなり、焚き木として燃やしたり、釣り糸のリールとして使用している、と語った。フランスの探検家、言語学者、アルフォンスピナールも1877年にいくつかの文字盤を見ている。彼は文字盤を手に入れることができなかった。なぜなら島の住民はそれらを、 スリートのリールとして使っていたからである。十五1935-381-382、オルリアックは文字盤 H の5行目と6行目に長さ10センチメートルほどの黒く深い溝があることに注目し、その溝が火起こしのために棒ですられた後であると考えた。文字盤 S と P はカヌー用の床板として裁断されていたが、これは ニアリという名の島の男性が、遺きされた、モジバンからカヌーを作ったという言い伝えに合致する。ヨーロッパから持ち込まれた薬病や、ペルーからやってきた、ドレ狩ガリ集団の襲撃と、その結果広がった、天然痘の流行により、イースター島の人口は1870年代には200人以下に、減少していた。そのため、エイローがモジバンを発見した1866年頃には、 文字の知識がすっかり失われていたということは十分に可能性のある話である。1868年に、ジョーさんはわずかな文字盤しか回収できなかったが、1870年には、チリのコルベット軍艦オヒギンズ号のガーナ艦長により、もう3点の文字盤が集められた。1950年代にバルテルは埋葬場所である洞窟から腐敗した数点の文字盤を発見した。 しかし、絵文字の修復は不可能であった。今日では、現存している文字盤として、通常二十六点が数えられており、そのうち状態が良好で、本物であることに、疑いがないのは、半分のみである。イギリスの考古学者、人類学者のキャサリン・ルートリッチは、1914年から1915年にかけて、夫ともに、イースター島の科学的調査を行い、美術、 週間、文字についての情報収集を行った。彼女はカピエラとトメニカという名の二人の年長のインフォーマントと面談することができた。二人はロンゴロンゴの知識もあると言われていた。しかし彼らとの面談はしばしば二人がお互いに矛盾するような情報を提供したため実りあるものにはならなかった。彼らとの面談からルートリッチはロンゴロンゴは言語を 直接書き表したものではなく、記憶を助けるために考案された特殊な記号、いわば、弦文字とも言えるもので、絵文字の意味も書く人により異なるため、ある文字盤を読もうとするならば、そのテキスト独自の読み方の訓練が必要になると結論付けた。また彼女は、テキスト自体は、島の歴史や神話を物語る演唱を、被災たちが記録したもので、特殊な建物に秘匿されていた非常に、 神聖なものと考えていた。メトローなどの広大の民族学者の頃には、ルートリッチが残した記録は忘れられ、現地の区伝による伝承も広く認められている刊行された報告書に強い影響を受けるようになった。他の未解読文字と同様、ロンゴロンゴについても多くの奇抜な解釈や解読したという主張がなされてきた。しかしながら、 ある文字盤の対印歴と関連があると思われる部分以外は文字盤の内容は全く解明されていない。論語論語が本当に言語を書き表した文字であることを前提とすると解読に三つの問題点がある。一つは現存しているテキストが少ないこと、二つ目は差し絵などのテキストの解釈に役立つような文字盤の背景に関する情報が不足していること。 そして三つ目は、古い時代のラパヌイ語の詳細が解明されておらず、現代のラパヌイ語は、タヒチ語の影響を大きく受けているため、文字盤に記された言語と現代ラパヌイ語の間には、大きな相違があると考えられることである。広く支持されている意見の一つに、ロンゴロンゴは言語を表記するための文字体系ではなく、言文字、あるいは形図や、踊りの振り付け、公開術、天文学、 農業などに関する知識を記憶するための記号であるというものがある。例えば、オックスフォード大学が出版している言語、百科事典アトラス・オブ・ランゲージズでは、おそらく記憶の助けのためか、装飾目的のものであり、島の住民の言語であるラパヌイ語を記録したものではないだろうと説明されている。もしこれが本当ならば、ロンゴロンゴが解読される望みは、ほとんどないであろう。 一方、論語論語が文字であると考える人々の間では、それが本質的に標語文字なのか、あるいは音節文字なのかについて意見が分かれているが、純粋にいずれか一方のみからなるのではない、という点では一致しているようである。突起のないものは全て英語。ありがとうございます。